皆様、新年明けましておめでとうございます。愛知県武豊町長の門山義照でございます。皆様方には夢と希望に満ち溢れた新年をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。旧年中は何かと大変お世話になりましてありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。さて、昨年を振り返って、まずは私事ではありますが、4月の町長選挙にあたり、無投票当選という結果となりました。5期目を迎えることとなりますが、掲げましたマニフェストは必ず実行していく覚悟であります。今後とも変わらぬ姿勢で住民に寄り添い、住み続けたい町、住みたい町を目指して1位先進務めさせていただきたいと思っております。次に、歴史的に刻まれる事象でありますが、2年連続のコロナ禍があります。本庁では昨年早々にワクチンの接種の予約を開始いたしました。12歳以上の対象者では昨年12月末までに約9割の接種が完了しました。3回目の接種、ワクチン接種は今年1月から医療従事者などから順次予定をしております。これまでコロナ禍によりほぼ2年間にわたりご尽力をいただいております。すべての医療関係者、そして町職員の頑張りにも感謝と敬意を表する次第であります。国の事業として各種の特別給付金事業が行われています。武豊町も田島市と同様の施策で足並みを揃えて昨年末に給付させていただきました。これ以外に昨年の主だった事業について大きく6点申し上げたいと思います。1点目は、昨年は第6次武豊町総合計画がスタートした年でありました。計画期間を令和3年度から10年間としております。町の将来像は、心つなぎみんなで作るスマイルタウンで、住みよいから住みたい町を目指しております。これは総合計画やこれまでの各種施策が実を結び、昨年10月、大東建託さんが公表した町の住み心地についてのアンケート調査でいい結果となりました。これは住み続けたい町として愛知県下69市区町村の中で武豊町は第3位となったことを大変誇りに思っております。来年も上位に位置できるよう最大限努めてまいる所存であります。2点目は、本庁はゼロカーボンシティ宣言を昨年2月2日に公表しました。現在もできるところから具体的な取り組みをさせていただいております。例えば、令和3年度には学校給食の配送車は EV 車を導入いたしました。また私どもですぐに実行できるものについて、武豊町職員、議会議員、行動指針を取りまとめました。例えば、コンビニやスーパーでの手前取り、ノーマイカーデーの実施などがあります。まずは職員、議員一人一人が地球環境を保全するという意識を持ち行動していただきたいと思っていますので、皆さん方のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。3点目は、武豊中央公園の整備についてであります。全体では約9ヘクタール、武豊高専北側の約3ヘクタール、昨年7月に芝生広場やウォーキングコースなど一部供用開始をいたしました。令和3年度は小さな子どもさんが安心して遊べる幼児広場が完成いたしました。現在約720平米の大型テントシェルターを建設中にあり、今年の3月には完成の見込みであります。4点目は、安全で安心な街づくりについてであります。防犯カメラを積極的に設置しており、これまで約100機完了いたしました。また昨年6月に千葉県で発生をした通学路での事故を受け、通学路を中心として緊急点検を実施いたしました。そして点検の結果を踏まえ、
補正予算にてガードパイプ等の設置工事を行いました。一方、超一斉防災訓練について夜間を想定をした避難所開設訓練及び車中泊の受付訓練を地域の方々のご協力を得ながら実施いたしました。5点目は屋内温水プールの建設についてであります。環境センターの熱源を活用した屋内温水プールを建設しており、本年4月に供用開始の予定をしております。町内すべての4小学校の水泳授業にも活用していく計画を基本として、より多くの方々に健康づくり、憩い集えるプールとしてもご利用いただきたいと思います。6点目は知多南部広域環境センターの建設についてであります。西三町によるゴミ焼却施設の廃止をゆめクリーンとして工事を進めており、本年4月には稼働の予定であります。このセンターの処理能力は1日283トンであります。そのため西三町でそれぞれゴミの減量化を進め、安全で安定的な稼働ができるようご理解とご協力をお願いいたします。最後7点目は学校関係についてであります。ギガスクール構想の実現に伴い、全ての小中学校先生方に配備いたしました。より効率的に活用していただくため、本庁では ICT 支援員3名を配置し、 ICT 機器を活用した授業と子どもたちや先生方に対して活用方法等の支援をいただいております。続きまして、令和4年の取り組みについて申し上げたいと思います。昨年は漢字1文字で表す言葉として継続の継をキーワードといたしました。令和4年は着実確実の実としたいと思っております。新たな諸施策や継続事業など着実確実に推進する実効性のある年にしたいという思いからであります。令和4年の町の姿勢、そして新たな取り組みを6点ほど申し上げたいと思います。まず1点目は、町民にとって安全安心な町づくりが最も大切なことであります。これは災害対応はもとより、防犯対策などハードソフト両面にわたって配慮するとともに、子どもたちの通学路の安全対策など引き続いて対策を行ってまいります。また昨年に引き続き、迷惑電話防止機能付き電話機の購入費用の一部を補助金として交付をいたしております。詐欺防止等に大変有用な電話機であり、1台5000円の補助金を昨年度と同様に予定をしたいと思っております。また防犯カメラの更新を行い、総数で100機の設置がしてありますが、更新を順次行ってまいりたいと思っております。2点目は屋内温水プールについてであります。昨年4月から供用開始の予定をしておりますが、町内すべての小学校の水泳授業や温浴施設、トレーニングジム、カラオケなど多機能な施設でどなたでも利用可能となっております。また熱源は環境センターからの蒸気を活用しますので、カーボンニュートラルの町の一助になるものであります。また災害時にはプールの水を浄化装置により飲料水として有効活用できるように整備いたしました。3点目は知多南部広域環境センターについてであります。西三町の広域事業としてゴミ焼却施設が紆余曲折ありましたが、いよいよ今年4月に稼働いたします。ゴミの焼却熱を活用して発電を行い、余った電力は売電をいたします。また敷地内に太陽光発電施設の整備、植樹など環境に優しい施設となっております。4点目はカーボンニュートラルの推進についてであります。地球温暖化防止のため、グリーントランスフォーメーションを地域住民、諸団体、事業所、行政など一緒になってできるところから進めさせていただきたいと思います。また本庁ではあらゆる公共施設の屋上に太陽光発電施設の設置に向け、
整備可能かどうかの調査委託を行いたいと考えております。また町民に対しての新たな施策として、住宅用地球温暖化対策設置費、整備費設置補助金や次世代自動車 EV 車とか、あるいは PHEV あるいは FCV の購入補助金も予定したいと考えております。5点目は大規模な継続事業について4点紹介をさせていただきます。まず駅東土地区画整理事業では、1670平米の交通広場の整備をはじめ、無電柱化事業についても諸準備を進めていきます。竹豊中央公園は今年3月には720平米の大型テントシェルターが完成いたします。防災機能を持った公園ですので、今年は既存の防災倉庫の改修など予定してまいります。竹豊北インターチェンジは、南下道路では竹豊町に2つ目のインターチェンジの工事が進められています。令和4年度完了予定と伺っております。また知多竹豊駅西グランドデザインや庁舎の在り方の検討など、長期的な展望を見据えながら町の将来の事業計画を練り上げてまいりたいと思っております。6点目は福祉・子育て・環境・教育についてであります。子ども・障害・高齢・生活困窮など複合的な相談窓口として重層的支援体制の整備を図ってまいります。また家庭訪問型子育て支援ホームスタート事業や子育て支援の充実も図ってまいります。教育環境については、すべての小中学校の体育館に空調設備を計画しております。その準備として本年度は防水工事や実施設計の予定をしております。また昨年と同様 ICT 支援員3名を配置をし、さらにスクールソーシャルワーカー1名を追加をし、合わせて2名体制とする予定であります。複雑化している環境の中で苦しんでいる子どもたちへの支援を強化してまいります。最後になりましたが、2022年の干支は虎であります。この干支は成長や始まりの年と言われております。このため社会経済のますますの成長と、コロナ禍が収束をしてすべての住民の新しい日常が始まる年となることを願うものであります。そしてすべての町民のいやさかを心からご祈念を申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。